皆さんどうもこんにちは。花粉症っていつになったら終わるのか、うぷ主のみーです。突然ですが皆さんは雨が好きですか？私はあまり好きではありません。霊夢です。英語の教科書のやりとりみたいだな。いつも通りのマリサだぜ。ということで本日は頭をぐるぐる巻きにしていくゲームで遊んでいきます。ごめん、ちょっと何を言ってるのかわからねえ。なるほど、頭を巻いてハイスコアを目指すのね。理解できたの。操作は簡単。この手のゲームでおなじみ、スライドさせるだけ。本当に頭がぐるぐるに巻かれてる。輪っかを重ねて大きくしているのね。こういうおもちゃあるよね。で、これで何するんだ？ここで集めた輪っかを伸ばして。輪っかが必要ないんじゃないかって？この世に必要のないものはないのである。いや、どう見てもあれくぐっただけなんじゃないか。マリサ、それは心が汚れてるからそう見えたのよ。霊夢の言う通り、あれはバネなんだ。この輪っかを重ねることでバネになり、バネの力で人間が飛ぶ。いや、バネ、バネか。これはバネって輪っかを重ねてできるんだよ。違う、絶対違う。ということでどんどん輪っかを集めていきます。まあ集めていくのは爽快感があるな。ゴールの先に巨人がいたけど、あいつ倒せるのかな？多分倒せるよ。でも相当数の輪っかが必要だね。おいおい、これでかくなりすぎても障害物にぶつかるんじゃないか？それが結構心配だよね。でも避ければ問題ないよね。すごいポジティブ。でもどうしても避けられない時ってありますよね。このように破壊すれば問題なし。結局それか。どうにもならない時は力で解決に限るわね。暴力ダメ絶対。なかなか巨人のところまでたどり着けないねー。簡単じゃない方が燃えるけどな。巨人を倒すことを目標に頑張ろうと思います。何か目標を持ってやった方が面白いわね。何事もそうですよ。大体達成できないけど。あれ？もう一人いる？吸収できちゃった。吸収するもんなんだな。吸収した方が効率はいいわね。お、200の大玉。待て待てー、吸収させてー。弾かれてしまった。なるほどね、そう簡単にはいかないってことだわ。この手のゲームじゃ自分より数字が上のやつには勝てないからな。まだまだ修行不足ってことか。今に見てろ、200なんてあっという間に吸収してやる。その息だ、頑張れー。でもさっきの数字で巨人まで惜しいところまで行ったよな。あの感じだと200くらいで巨人とバトルできるかもね。巨人に勝ったらリアルマネープレゼントなわけがない。おお、ここに来て人も障害物もモリモリだ。この世界では輪っか人間が一般的なのか？そうみたいだね。そこら中頭が輪っかだもん。今回はかなりいい感じな気がする。余裕で200を超えてもうすぐ300ってところです。果たして記録は？そこで止まるんかい。いけると思ったのに。あそこで止まるとなると300いかないと無理だな。そう、あの巨人なかなかに手強いわね。そしてだんだんと難しくなっているコース。スコアを稼ぐためになるべくぶつからないようにしないとな。そうなんだけど、それが非常に難しい。あんたが下手なだけじゃないの？意外と繊細さが試されるゲーム。なんで壁が浮き上がってるの？突っ込んだら負けです。よく今の避けられたわね。輪っかの感覚を掴んできたのかもしれない。うわ、前の人300超えか。え、吸収できた？気まぐれで吸収できたりできなかったりするのね。ゲームに振り回されてる。今回こそいけるでしょ。わかった、あの巨人と戦うことなんか最初からできなかったんだ。ただの置物ってことか。400超えてたのにダメだったってことはそうかなって。具体的な数値が書いてないからわからないのよね。皆さん、巨人に期待するのはやめましょう。かわいそうだろうが。倒せたらいいな感覚が一番楽なのよ。お前重力どうなってんだ。スペシャルフィーバータイム突入です。ここまで来ると重力とか関係なくなるのね。そりゃ頭に輪っかくっつけてるくらいだしね。すごい、かつてないほどの輪っか量。吸収はできないんかい。シェフの気まぐれとか料理名についていることあるしね。これとは全く関係ないけどな。これもシェフの気まぐれか。やった！巨人がなんと倒せるということが分かったので、巨人をバンバン倒していきたいと思います。500以上稼げばぶっ飛ばせたのねー。意外と500以上って難しいけどな。コース運もあるよねー。こうなっちゃダメなのよ、こうなっちゃ。欲張って2列取り。
よくそんな俊敏に動けるもんだ。輪っかは軽いから。軽いものはコンクリート破壊できねえだろ。輪っかの耐久性は半端じゃないわね。しっかり丁寧に回収して高スコアを狙います。この手のゲームいろいろやってるけどやめ時がわからないよな。自己満足したらそこで終わる感じになるわね。え？待って、どうなったのこれ？ぶつかったらスタートに戻されて。どうしてこうなったのか全くわかりません。輪っかも全く取れません。こんなの来たら巨人もビビるだろうね。巨人どころか誰が見てもビビるよ。皆さん、このゲームの正解はこれです。なわけねえだろ。これ空中はどうなるの？皆さんどうもこんにちは。天気が悪いと家から余計に出たくなくなるウプ主のミーです。そんなウプ主を引っ張り出す霊夢よ。霊夢に協力するマリサだぜ。え、なに、今回カービィ実況するの？いや、これはただのカービィじゃなくて。私カービィ好きなのよねー。だって私に似て可愛いじゃない。お前に似ているかどうかはさておき、私もカービィ見ると癒されるぜ。今回実況するカービィは特殊だけどね。吸い込んで吸い込んで吸い込みまくるわよ。やあ、僕の名前はマリオ。わかりやすい嘘なんだぜ。今日も腹ペコだな。なんか食いたいな。美味しい食べ物でも探しに行きましょう。おい、誰か僕の口に水から入ってくれー。自分から食われに行く奴がいるかー。見た感じ平和なプププランドだね。ええ、ダダダも何もしていないようだし。でいでいでい。あいつもきっと忙しいんだよ。おいカービィ。それに比べて君はずっとジャンプして、楽しいのかい？楽しいわけあるかー。俺はお前を倒すためにこれでも攻撃してるんだよ。ですなー。あら、おかしいわね。ダイソンともいい勝負なカービィの吸引力が衰えている。確かにこんなに近い距離で吸い込んでるのにおかしいぜ。きっとカービィも天気が悪いと吸引力が落ちるんだよ。ププランドめっちゃ晴れてんじゃねえか。あれれ、おかしいな。どうしてこんな雑魚敵吸い込めないんだろう。本人の前で雑魚敵言うなー。今思いっきりダメージ食らったよな。信じられないわ。一切ダメージを食らっていないのよ。やっぱり特殊なカービィだけあるか。一定、何すんだ。おいお前ダメージ食らわねえのかよ。そうみたい。一体どうなってんだ。まあいいや、とりあえず先に進もう。バグか何かよね、きっと。おい、お前さん全然吸い込めなくなったな。昨日小惑星吸い込んだのが原因かな。ブラックホールかよ。きっとそのうち元に戻るよ。そうね、気にせず先に進みましょう。どこ行こう。今一瞬カービィがすげえ怖い顔してなかったか。怖い顔？そんな顔してたかしら。いて。はどうだ。そんなの全く効かないよ。吸い込めなくてダメージを食らわないってすごいわね。この先まっすぐ進んでねー。はい。何か面白いことないかな。さっきの場所と特に変わりはないね。ああ、このゲームの目的は何なんだ。さあね、僕もよくわからない。たまにはこんなのんびりしたゲームもいいわね。やあ、カービィ。いただき。うわあ。急に画面が真っ暗になったんだぜ。あら、ここは一体。確か僕はカービィに吸い込まれて。ってことはここはカービィの体内。このまま僕はカービィに吸収されて、カービィの一部になるんだ。ひぃー、ワドルディが、目から血の涙を流してるのよ。こうしてまた一体。また一体とカービィに吸収されていく。あれ、急に真っ暗になったぞ。それになんだか周りの雰囲気もやべえ。ねえウプ主、このカービィ、一体何なの？このカービィはただのカービィじゃなくて、カービィエグゼなんだよ。エグゼって、あの呪いのマリオの。カービィ版ってこと？そう、だからこの先何が起こるのかどうなってしまうのか、全く予想できないんだ。帰りてー。みんな何を怖がっているのさ。ただ僕がいつも通り吸い込んでいるだけじゃないか。幼馴染みのヨシコちゃんも食べられちゃった。なんかやるせない気持ちになるぜ。うわぁ。なんて恐ろしい顔なの。お腹減った。もっともっと食べたい。もっと美味しいものが食べたい。カービィ一体どうしちまったんだよ。そうよ、どうしてそんな風に。なんか食わせろ。ダメだ、完全に今までのカービィとは別人になってる。お前ら以外のものが食いたい。シクシク。こりゃもう化け物だな。お前まだ食ってない。カービィよ、一体どうしちゃったんだ。食いたい。
うまい。で、デデデを食べちゃったよ。もうあいつの食欲を抑えられないわ。ここは一体どこだ。俺様確かカービィに食われて。ワドルディと同じでここはカービィのお腹の中だね。なんだかすげえ不気味だぜ。一体どこまでこの道は続いているんだ。何にも起こらないといいんだけど。なんだあの目は。カービィの体内って一体どうなっているのよ。なんだかさっきから誰かに見られているような。ひぃー、目線か。気のせいだ気のせい。もしかしてこれも夢か何かかもしれん。本当に夢だったらいいのに。なんだこの音は。暗くてよく見えんがなんか滴り落ちてるぞい。先に進むほどたくさんの血が滴ってる。本当にこっちに進むのが正解なんだろうか。こいつは、スカーフィー。おいスカーフィー。もしかしてスカーフィーもカービィに吸い込まれたのか。それにしても様子がおかしい。それに数がどんどん増えている。みんな一言も喋らないで同じ方向を向いているなんて、なんだかすごく不気味ね。キャーで、デデデがスカーフィーに、一斉に襲ってきたのよ。あれ、ここはどこだろう。プランドがすっかり変わり果てた姿になっちゃったね。なんだかこの星が僕を誘導しているみたいだな。今度はワドルブーに何かが起こりそうだぜ。いい今カービィが見てたわよ。きっと獲物を見張ってるんだよ。あれ、ここで行き止まり。うわぁ、マジで見張ってやがる。僕は一体どこに行けばいいんだろう。そもそもここって本当にプランド。そうね、もしかしたら別の場所かもしれないわ。とりあえず星を取っていくしかないね。ダメだ、閉じ込められちゃった。カービィもこいつにこんなことさせて一体何考えてんだ。あれ、今一瞬黒い影が。なんか画面に大きな顔が映っているような気がするんだけど。おい、こんな時に冗談は寄せよ。うわぁ、顔だ。キャー、カービィ。鋭い牙を見せた血濡れのカービィがじっとこっちを見ているよ。しかもどんどんはっきり見えてきてる。僕は一体どうしたらいいんだろう。もしかしてもうカービィの腹の中だったりして。逃げ場なんてないってことだね。なんだか怖くなってきた。視界が急に狭くなったよ。星もなくなっちゃったし。ん?こっちに進めって指示がある。あれ、ここもさっきの場所と変わらないよ。何もないってのが一番怖いぜ。カービィ、出てくるならさっさと出てきなさいよ。そうだそうだ、こそこそしてないで出てこい。カービィがどこかにいるの。ああ、間違いなく潜んでるぜ。ここだよ。うわぁ。いきなり出てこいなんて誰が言ったぁ。後をついてきている。なんだあのカービィ。明らかにいつものカービィと様子が違うぞ。どうにかあいつから逃げる手段はねえのかよ。奴を倒すしか。カービィは相当強いわよ。何の用だよ。僕が君に何をしたっていうのさ。ひぃー、トラウマになりそう。ふっ。次はそこの君を食べに行こうかな。皆さんどうか夜道や暗闇には気をつけてくださいね。